辰見新道入り口から、辰見新道の中ほどから、辰見新道の明かり辰見新道案内辰見新道は、東京都江東区の東京メトロ東西線と A、大江戸線の門前中町駅から徒歩1分程度に、ある、間口 950M ほどの地の路地に32軒が、軒を連ねる、野み横町である。深川、門前中町近辺が、皇居から見て、辰見の方向にあるため、 辰巳芸者などの呼び名が存在するが、辰巳神道の名前の由来に関しては、はっきりしたことは確認されておらず、いつの間にかそう呼ばれていたというのが続説となっている。昭和の初め頃には、三婦人科、田口病院の広大な敷地であったが、3月10日の東京大空襲により、門前中町界隈も焦土と化した。防火隊を作るために、強制建物疎開で、 指定区域内作り家屋が撤去され、さらちになった門前中町駅前に多くの闇市露店が建った。闇市は当然非合法であったためやがて GHQ の露店商撤去法が提示され、東京都が整理圧線委員会を設立。その頃疎開から戻ってきた一般商店と共に都の調整後外観後の整備、敷地の権利化なども経て家屋、営業権を取得した。 戦後の混乱の中路転生撤廃後に発足した深川商業共同組合が多額の借金を支築を支えた。リフォームなどはされているものの昭和時代の建物をそのまま使用しているので昭和レトロなノスタルジックな雰囲気が漂う。少人数でいっぱいになってしまう店舗が多く店舗兼自宅にもなっているため店舗内から2階部屋がる間取りも見られる。 店の入り口に植木を置くなど、下町風味な飲み屋街である。店主、オーナーが変わっていてもいつまでも閉店しているような、店舗はなく、笑い声やカラオケなどの音が、路地に漏れ聞こえる。路地中央に、共同のトイレがあるが、手入れが行き届きいつも清潔に使用できる。辰見新道としては、初のイベント。ありがとうございます。